いや、奥さん元気か。何しろ高校時代に俺たちグループの憧れの的だったからな。僕はずっとりっちゃんが好きだった。今日はあの頃に戻ってパッと行こうよ。付き合ってくれ。お金になる仕事があるんだけど、やってみない？まあ奥さん、生娘じゃあるまいし。どうすればお客が喜ぶか、じっくり見といてくださいよ。おい、これどうしたんだ？ダイヤじゃないか。それがバラされてもよかったら、どうぞ。あなた、私まだなのよ。